こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズワルツの練習ですね、いろいろ出してるんですけど、今回は4分の3のシンコペーションブックを僕が作ったので、これの使い方とご紹介をしていきたいなと思います。でまずジャズワルツっていうののまず基礎ですね。まずはジャズワルツは、ここに書いた通りなんですが、このようにシンバルレガートはチーチキチーになります。まあもちろんこの表記と違って弾んでバストラは、レガートとしてレガートはチー、ここから裏から表って感じたのと一緒で、3拍子も1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1へと。2、3、1と流れていく感じです。で、これの大事なのがバスドラが、1.5 拍で、このヘミオラっていうのはちょうど割り切れるので、A だと、これ循環する感じなんですね。で、これが意外とみんな使わないですけど、もう本当にバジリスクがしょっちゅう使う。これを行ったり来たりするだけでかなりジャズワルツらしくなります。なので、こればっかり行くんとなんかこう単調になっちゃうので、ベーシック2回 A2 回ベーシック2回 B2 回みたいなのをやってみますね。なんかこれだけですごい上質な三拍子な感じがしませんか。なので足がシンコペーションをしたりしないとどうしても単調になってしまうんですね。ズンチャッチャーズンチャッチャーがずっと単調に続いていってしまうので、これを練習してください。ちなみに3の裏も循環するんだけど、これはすごい現代的ですね。カートとか、非常にカートロンズ・デ・ウィンケルとか非常によく使えます。これだと1 2 3 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 1 2 3
ような感じに聞こえるんですが、一緒にやってるとかなりこうベーシストとか結構戸惑うし、フロントマンのアドリブもまあまあこれ嫌がります。ただこれがうまく使えないと、3の裏のシンコペーションをうまく使わないと、どうしても上の2段だけだとブンチャッチャブンチャッチャの息からどうしても出ないので、これを使っていく練習をするためにシンコペーションブックっていりますよねっていうお話なんですね。でシンコペーションブックって、まあまあね、シンコペーションブック知ってるよっていう方はもうこの1段目を覚えてる人が、タタンタタン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 ツタンタタンね、テッドリードさんのあの教本です。あれをですね、この3拍子タタンタタン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 、うんと、うたんたたん、たんたたんたと、こう、もう一小節、ちょうど、四三十二で、ちょうどこう、三拍子が四小節分できるんですよ。だから一小節カットして、ずっと作っていたっていうのが、これになります。たたんたたん。これ二段目も、最初の三小節を、三段目もって言って、十段まで作りました。そうすると、C のパターンが出てくるのは、4と5と6。で7番飛ばして8、9、このあたりは、C の現代的なリズムがすごい出てきます。なのでまずは1段目、これはね、僕のいつも練習して、これスネアドラムは短い音は スネアで叩いて、長い音符、こう四分音符以上の長い音符はバスドラーで、表記がこうね逆にねしてるかもしれないけど、こうやって書き直します。タドンタドン、要は長短い長い短い長い、なのでタドンタドン、これが1段目になります。2段目は2小節目、2小節目はこれですね。でツッドンタドンでドンタドンタっていうのね、2割になってるんですが、こういう動きになります。でこれよく見ると、これって B でしょ、これはベーシックタイプ、シンコペーションしてないじゃない。でこれは B のタイプ、
これは A タイプ。それ足の流れが要は B、A、ベーシックだけでできてるんですね。なので1段目はそんな難しくないです。ね、コンピングとして非常に使えるし、こういうふうに使っていただければいいのかなと思います。でやっていくと4段目になってくると、このタイのついた音符は長くなるので、これは C タイプになります。ツットンタード、ここにバソロが入ってくる。ツッタタドン、これも C タイプ。ツットンタンド、ツトスト。要はまあ小節をこう3拍子じゃなくてまたいじゃうってことですね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツというふうに練習してもらえば、なんかこう大きくまたいだコンピングができるようになるんですね。まだ上のもちろんこの A と B を結構使い分けるだけで十分なんですけど、さらにちょっとこうモダンな感じのサウンドにしたかったら、こういうサウンド C のサウンドを入れていく。そのためにこのシンコペーションベーシックを作ったんですね。なのでこれって短い音はスネア、長い音はバスドラ。まあだから例えば長い音符をバスドラクラッシュにすると、こんな感じでできますね。なので、例えばこれだったらドラムソロもこれでいけたりとか、4バスね、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、3拍子で3連使うと、意外と難しいんです。なのでこうやっぱりこれだけで十分ドラムソロに聞こえるので、なんでかっていうと、メロディー、ギターの人たちとか、サックスの人とか、要はアドリブをしてる人はやっぱメロディーを弾きたいので、こういう8分音符の弾んだ8分音符の羅列で演奏します。そうするとこういうふうに、これにするとメロディアスになるので、こういうのを軸に、手前にこのフレーズの手前にダブルストローク入れてとか入れたりとか、音を分割したりとかするとこう複雑になっていくの、ね、でベーシックが全部細かいところで話をしてしまうと、どうしてもただ細かく音を叩いてるだけになる。大きいメロディが聞こえてきた上で細かい音符がないと、どうしてもメロディアスに聞こえないんですね。だから装飾音符はメロディがあるところの手前につければいいだとか、ずっとグランドロールってずっとそのメロディーの上でずっとこう下にロールが下地で流れてるみたいな使い方をするんですね。それがメロディーがなくて細かい音符だけ叩いてしまうと、どうしてもジャズっぽいドラムソロにならないということですね。これ4拍子でも3拍子でも同じことが言えます。というわけで、これ練習していただければと思うんですが、この、4段目はですね、だからこれも同じずつ練習するといいと思います。これ上の1小節目も、レガートだけをやって、2小節目、3小節目。まあ、ちょっとレガートと入れ替わりましたが、レガートとこのフレーズを1回ずつやって、できたらこの2小節これ2小節トレードして、4小節できる、だんだん引き伸ばしていくっていう形がうまくいくと思います。なので、4番も難しくても、こういった感じの、コンピングとか、
ドラムソロができるようになります。例えばこの4番のドラムソロも、これもう4拍子のフレーズだからね、4番もこれドラムソロでそのままやると、すごいこうフレーズをグッとまたいだような、なんか大きくなんか色を塗ってるみたいな、なんか現代的なドラムソロになると思います。なので難しいことをするよりかは、これ難しいっていうのは音楽的に難しいことをする、そのテクニック的に難しいことよりも音楽的にこう跳躍してまたいでいく、これその技術的には細かい音符とかダブルストロークが出てこないじゃないですか。でもメロディアスにちゃんとこう大きくまたいで、こう音楽性のあるドラムソロっていうのができるようになると思いますので、ぜひ挑戦してみていただいたらいかがかなと思います。というわけで、3拍子の練習方法、結構 S 級のところまでやりましたけど、最初は、まあ、その中級ぐらいからね、まあ、3拍子自体がちょっと難しいので、足の、この ABC これをやっていただいて、このベーシック A ベーシック B だけを行ったり来たりするだけで、これだけで、まあ、テンポ早かったです。これだけでなんかすごいかっこいい、なんかワクワクするような三拍子になると思いますので、練習していただければと思います。でそれができてきたら、今度はメロディアスにメロディーを左手を入れていたりする、右足とのコンビネーションを使うためにシンコペーション4分の3のシンコペーションブックをやっていただければと思います。ちょっと難しいですけど、これ時間かかるんだけど、やると本当に三拍子得意になるので、ぜひ頑張っていただきたいなと思うんですが、この三拍子のこれ自分で作っていただければいいと思うんですけど、一応メルマガの人はダウンロードできるようにしておきますので、詳細欄の方からメルマガの登録よろしくお願いします。今日あのためになった、いいなと思った方は、このタイミングでポチッといいねを押していただけると、次の制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。本日も以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。